ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙今日は？今日は日本。いや、全世界中から知名度抜群の人気キャラが映画化されたから紹介するぞ。本日紹介する映画はこちら。ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー。世界的人気の任天堂のアクションゲームスーパーマリオシリーズを、ミニオンズシリーズなどのヒット作を手掛けるイルミネーションスタジオと任天堂が共同でアニメーション映画化。超簡単なあらすじは、ニューヨークで廃刊行を営む双子の兄弟マリオとルイージが、謎の土管を通じて魔法に満ちた世界に迷い込む。離れ離れになってしまった兄弟は、絆の力で世界の危機に立ち向かうというストーリー。雑すぎねえか、その説明。せっかくだからマリオがどんな人なのか説明とかあった方が。バッキャロー。世界一有名な廃刊行マリオ様を今更説明するなんておこがましい。今回のマリオ様は、ゴールデンウィークにどこかに連れてってとせがむ子供を。安上がりで満喫させてくれるという小遣い制のお父さんのための救世主的な存在なんだぞ。任天堂から怒られるぞ。それじゃあ安上がりで子供を満足させたいという下水目的で見に行った。ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーのぶっちゃけ感想は？ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーのぶっちゃけ感想は？ゴールデンウィーク毎日子供と見に行ってもいいと思えるぐらいの傑作映画です。子供が飽きるぞ逆に。楽しみにしている子供たちがたくさんいるから今回ネタバレなしで話進めるけど、この映画正直、ストーリーには期待しないで童心に帰ったつもりで見た方が胸が熱くなるシンプルさ。しれっとディスってるところあるけど、要するに子供向けに作られてるんだね。そう。ただし、誰もが一度は経験したことがあるマリオゲームへのリスペクトは高い映画だから、マリオが特訓で少しずつ上達していくシーンなんて、我々が何気に操作していたマリオは陰でこんな努力していたんだと思うと、ほくそ笑むこと間違いなし。なんか予告見るとピーチ姫の運動神経半端なく良かった感じがするんだけど。そうなんだ。それが今作の一番印象深いシーンで、我々の想像していたピーチ姫って、クッパにいつも連れ去られるか弱い姫ってイメージだったけど、確かに姫ってそんなイメージだよね。ところがどっこい、我々の想像していたピーチ姫はどこやら？あんた、アイテムさえ揃ってたらクッパとまともにやり合えるでしょ。って、突っ込みたくなる戦闘力。今の40代以上が姫を助けるためにどんだけ数マリに時間を費やしたと思ってんだ。だけどそんなピーチ姫以上に存在感を見せてくれたのがクッパ様。ピーチ姫と結婚したいというシンプルな目的のために条件次第ではキノコ王国をも滅ぼしても構わない。そんな極悪非道なキャラだと思えば、ピアノ演奏して歌ったりと意外な一面を見せてくれるよ。なんかドラえもんに出てくるジャイアンみたいだな。その他ドンキーコングやルマリー、ピノキオなどマリオたち主要キャラ以外にも、スポットを当てているから、マリオの世界観をより一層楽しませてくれるんだ。でもそんなリスペクト感強めの映画でも酷評する点は、もちろんあるよ。さっきも言ったけどストーリーは単調だから、マリオゲームに思い入れのない大人が話題だから見てみようという理由だけで見に行ったら絶対つまんないぞ。制作陣もキャラ重視に吹っ切ったな。それに個人的に気になったのが、マリオの全財産を CM につぎ込んでまで人生の再起を図った廃刊行だけど、トラブル続きで廃刊行の仕事が一度もうまくいってないから、近い将来廃業するんじゃないかと心配したくらいだ。ニートマリオって個人的に見たくねえ。後気の強いピーチ姫に、結婚を受け入れさせるために、相手の弱みを握って無理やり承諾させる強引すぎる方法は子供の教育にどうかな？って思いました。クッパから人生の教訓を学ぶかよ。それじゃあ、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーの5段階評価は？ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーの5段階評価は？星4つです。ゲームネタリスペクトには感動したし何より子供が笑顔で大満足してくれたから、ゴールデンウィークの親としてのミッションは完了したぞ。まだ始まったばかりだぞ、ゴールデンウィーク。ピーチの過去やヨッシーの存在など次回作を匂わす演出もあったので続編あったらぜひ見に行きたいです。それじゃあ本日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。